はい、ではお待たせしました。本番行きたいと思います。お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ音ください。音楽コンセプトは、働く女性たちのブルースです。今回は、ダンスリップシーンとドラマシーンのその2つに分けて構成いたしました。ドラマシーンに関しては実際に働いている女性たちの姿、そこでの、まあ、辛さだったりブルースだったりっていうのを、まあ、直接的に映像でバンとぶつける形で、はい、表現してみました。今日は清掃やっていきたいと思います。こういう感じの衣装を普段着ないので、ドラマシーン気合い入れていきたいと思います。ドラマシーンの見どころとしましては、やっぱり働くことでもちろん楽しいこともあるんだけど、辛いこともあると思います。で、今回はその辛いことの方、にフォーカスして、これまで、ミュージックビデオの中であまり演じることのなかったような職業を演じてもらいました。なんか、ここに座ってほしいんですよ。あ、いや、もうやってらんねん、やばいやばい、あみたいな。かっこいい。ありがとうございます。音が始まる前からちょっと雰囲気つけてもらえれば。はい、大丈夫です。はい、雰囲気をつけてもらえれば。難しい注文。そう、アドリブだよね、きっと。程よいとこでこうカメラ目線が来るといいと思います。はい、はい、本番、はい、よい、スタート。進めます。セクシーだね。はい、しんどい。疲れてましたか？しんどい。よかった。はい、よい、スタート。はい、はい、ありがとうございます。なんでどんな顔なの？これ実際は軽いのかな、ちゃんと重いのでやってるのかな。私はちょっとそこ抜けるような、はい、感じが。やばい、すごいですね。真顔ですね。分かりました。真顔、はい、できます。真顔の方ができる。はい、よい、スタート。あすごい、笑わないのがすごい。あ、運転不能で倒しちゃう。はい、よい、スタート。はい、ありがとう、オッケー。イエーイ。さあ、伊藤さん、そして今日は何ですか？今日はあの裏方。裏方です。ライブスタッフの裏方。はい、はい、こんなに美しい中田。生田さんが、まあ、いわゆる専業者ですよ、歩く姿からちょっと裏方とは違うな、これは。はい、4番、はい、よい、スタート。
あります。はい、はい、カット。はい、適当にカバーしか言わないですけど、つい怒られてる悲壮感じゃないけど、似合うんだよな、はい、これが、はい、よーい、めっちゃ似合う、スタート、おいまだ早くちょっと見てる場合じゃないよ、早くして早く本当にこうやって言われてるんだ、はい、おいまだかよ、早く行っちゃった、そうなの、知らなかった、すごい、牧野さんと石田さんが舞台周りのスタッフ役をしてたんですけども、その2人が今回ゲストで出ていただいた飯窪さんのステージを見て、自分も舞台に立ちたいという気持ちを持ってオーディションを受けたと、その結果は果たしてどうだったのかと表現できたらいいなと思って、オーディションシーンを入れさせていただきました。このシーンがかっこいいんだよ、ね、あ、すごい、だからこう躍動感のある映像が、おー、かっこいい、モーニング娘。ワンナイの横山玲奈です、森田咲です。これから360度でダンスショットを撮るということで、見てください、はい、こちら、あのですね、カメラが60台もあるんですよ、見えるかな、見えるかな、こんな感じ、60台もあるんですよ、もうね、どこもかしこも見えるんですよ、本当に、なので、もう全力で撮影頑張っていきたいと思います、行ってきます、行ってきます、注目して見ていただきたいところとしましては、ダンスリップシンクシーンで、ソロリップを取らせていただいたんですけども、12期、13期、14期のメンバーには強さというものを表情で表していただきました。逆に9期、10期、11期の、まあ、なんていうか先に加入した方たちにはですね、その強さプラス、悲しみをちょっと入れてくれというオーダーを入れました。難しい、なんかそこがうまく伝わるといいなと、はい、思います。